はいえー、ホワイトベース館内放送質問コーナーやっていこうと思うんですけども、えー、とですね今日は地図が見れない、地図の見方がわからない人のためにですねお話をしていこうと思いますので、全然それ知ってるよっていう人は、ですねああの全然もうあのこんな動画見なくても全然大丈夫なんですけど、用意したのはあの普通の コンビニとかで売ってる地図です。これ僕のなんですけど雨の中使ったからもうバリバリヨレヨレなんですよね。地図濡れるとアウトなんで地図は濡れないようにした方がいいんじゃないかなと思います。であのー、この間お店にいらっしゃった女性の方特に、ね、女性の方で地図わからない地図見れないっていう人多いんですけどもこれねあの男性である我々にとってみては話聞いてみるとおおなるほどなっていうようなああことがあ多いです。でなので あの男性の方がほとんどだと思うんですね、見てる方は。でも、一旦ちょっとそれ、自分が男性であるということは忘れてください。はい。あなたのおちんちんは今、ありません。はい。いいですかだからコメント書くときも、皆さん、女言葉で書かないとだめよ。いいわね。えっとね、まず、お 女性の方がですね、えー、地図が見れないというのはあのまず自分がどこにいるかは多分探せると思うんですよ。ね、あのそれは例えば目の前にある看板に書いてある地名とかですね、そういうのをこう地図の中でこう探すものなのでも文字を読むところだからそこまでは多分いけると思うんですよね。例えばあ道路が今何号線を走っているっていうのをずっとたどっていって 今の地名を見ていけばこの辺かなというのは大体当たりがつくと思うんですよ。でもそこでそこから先分かんないのはあの方角が分かんないっていう人は結構います。はい、でそこでその方角が分かんないことが他の混乱を招いているケースっていうのが多いんですね。なのであのここで皆さんにちょっとお使いいただきたいのがコンパスですね。コンパスこれは、 あこれちょっとあの登山とかアウトドアで使ういいコンパスなんで高いんですけどあのこれはトルーパーズさんで手に入れたものなんですがこれシルバーっていうものでルーペがついてたり地図の縮尺に合わせたメモリがついてますで、えー、ストラップがついてるんですストラップもあの地図の縮尺に合わせたメモリがこうついてたりする優れもので暗いところでも見えるんですけども別に100均のコンパスでも方位磁石でもいいんですただ中にねこうなんか水が入ってるやつがいいですじゃないと針がこうビ,ョビョン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 振れますので でそういうものを1個用意してください。で非常にこう簡単です。自分の方角を知るには、まず地図を普通に持ちます。で地図って上が北で下が南ですね。なので、コンパスはですね、えー、まあ、赤い方が南になっていると思うんですけども、普通に見ると、ですね自分が北を向かない限り、コンパスってあの表示の北とですね、えー、地北っていうんですけども、それはあのずれてるはずなんです。ずれたままでいいです。ずれたままコンパスのまあ、この。 こ,この赤表示ですね、まっすぐになってる、自北じゃないです、普通の赤表示、これを地図の北方向にまっすぐ合わせてください。まっすぐ合わせると、磁石の磁北がですねずれて出ると思います。そしたら、それをコンパスの北に合わせるように、自分が回っているんです。そうすると、磁石の北とコンパスの表示の北ですね、それがぴったり合う位置が。 まあ回るんだからそ、まあ、それはそうですすねねあるはずなんで,す、ね、でそうするとその方向がその地図を持っている自分の上から見た図の正しい向きになります。はい、ね、これ、ねね、でそうすれば今自分がその道でどっちを向いているのかがわかるはずなんですね。でそこから自分の行きたい方向をたどっていけばあー OK というようになります。はい とりあえずこれだけ覚えてみてください。であの今ね、ねカーナビ全盛なんで、カーナビと地図勘違いしてる人いるんですけども、カーナビは地図表示があるナビである,あるだけで、あれ、地図表示がなくたって別にいけるんですよ。昔の GPS なんかはそうだったんですけども、もカーナビと地図って違うんです。はい、あの違うもの ま、全く違う、それ、地図を使ってみれば分かる話なんですけども、カーナビはナビゲーションですからね、ナビゲーションシステムです。だから、地図をこういうふうに使えるようになるっていうのは、まあ、基本的なあスキルなので、皆さん、やってみてください。 あとね、僕もそうなんですけども、何でもナビに頼らずに地図でこう行った方がですね、いろんな情報が入ってくるし、覚えられますので、えー、地図というのを使ってですね、えー、ツーリングに出てみるっていうのもいいかもしれないんじゃないかなというふうに考えて、えー、おります。はいね、ということで、今日は簡単なあ地図の北を知るということで、えー、地図とコンパスの使い方をやってみました。はい、皆さんのお役に立てれば幸いです。はい、幸いだわよ。 기분 좋아.